来ました。ゆっくりね、カメラ用意する前にちょっと試し投げしちゃったらもうすでに食ってきました。 VGA22 幸先よし、始まります。コアマンチャンネル、よし、今そこでボラに当たりましたわ。その筋でね、ボラ追うとこはシーバスもいるんでチャンスですね。イメージは、まあ、竿を3本分ぐらい前のラインですね、そこにボラがちょっと今回ってきたりしてるんで、そこで食わしたい。やり方としてはまあその点で食わすんですけど、その点で食わすまでのこの巻いてくる、そこまでルアーが来る間に見せて、その点で食わす、巻きの変化でさーっと巻いてきて、ちょっとスピード上げる、上げて、あ、ちょっと落としてみたいな。そのボラのボラがおるところの下におるシーバスも見てるんで、ルアーをスーッと普通に突っ込ますんじゃなくて、そのシーバスの興味を引かすのに、そのボラのところに来るまでにルアーで美味しそうな泳ぎをさしてあげる、で目の前でふらつかせる、で口を使わす、そういうこと。 VJ22 は非常にやりやすい。またワーム、後ろが柔らかいから、その速度の巻きスピードのちょっとした変化にすごいワームがついてくる。だから普通のプラグとか鉄板とかよりも、その速度差によるアクション変化がなんか生めかしいというか、そこがすごいなんか武器になってるような気がしますね。今の絶対当たりや。今ね、今当たりです。今の引っ張られてます。今速度を早めた瞬間にカツンと当たったんで、今の当たりです。ワーム引っ張られてます。ちょっとイメージした場所よりあっちでしたけど、間違いなく当たりでした。ゆっくり巻いてきて、ちょっと早める、遅める、ゆっくり巻いてきて、ボラのいる手前でちょっと早巻きして、ちょっと緩める、こでこんっていうのが理想ですけど、そんなことをイメージしながらやってます。ちょいアップに投げて沈めながらクロスに持ってきます。レッツゴー。おお、流れ聞いとんな、ここボラのところで、いやー、当たらんかった。あ、きっと、なんか接触してきた、なんか接触してきました。シーバスです。しくった。今もうイメージ通りボラがおる場所で速度変化入れてパーン食ってきたんですけど、乗り番でした。最悪こんなんなんですよね、当たりがあったらね。後ろだけ引っ張られた状態です。これがあると当たりなんで、皆さん間違わないように、チャンスですからね。だからちゃんともう一回刺して、ちゃんと刺して、でちゃんとまっすぐ泳いでるかどうか確認して、もう一回同じことをします。
ちょっとアップに投げて、さっきよりちょっとアップ目に行っちゃったけど、で流しながらクロスに入れてくる。テンションフォール5、6ぐらいで、ゆっくり巻いてきます。でボラがおるところの手前からちょっとずつ速度ウィーンって上げてきて、ちょっと落とす。ここでグッ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 、食ってきた私いますが最悪や、乗らなかった、ワーム取られた最悪やおかずれ当たり、冬だからちっちゃいね、当たりがね、ワームだけ取られまして、僕しくったね、今あの釣っとったらかっこよかったのにね。ちょっとじゃあ色ワーム取られたんで変えます。マイワシちゃんに変えて、で行ってみよう。まあ、一応ねこれで一回付け替えたら動いてるかどうか、あーバッチリ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 、オッケーバッチリ。さあ色変えていってみよう。3回目の正直、ややアップに投げました。そしてカウント、テンションをかけながら4、5、6で巻き始めて、ずっくり巻いてきて、ちょっとスピードアップ、そしてダウン。ああ、ああ、またやった、また当たってきた。完全に速度変化で当たってんすよ。どうせ切れてない、悔しい。さあ行ってみよう、気を取り直して。よし行った、よっしゃー、よっしゃ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 、おーおーおー、森入るよ、森入らないで、よっしゃしばスキーサイズ、よいしょ、いやー食ってきたでしょ、作戦通りでしょ、追わせて見せて食わす VJ22、おもろいよね、バリバリの再現性やったでしょ。よし取った、おっしゃー、やったったー、やったったー、超嬉しいっす、あざーす、これは嬉しい、よし、イエーイ、いやーしてやったりでしょ。うまいことできすぎたけど、でもやっぱり VJこんな感じで僕ら使ってるんで、気持ちよかったね。いや完全に壊して一発でしょ、チグって。はい、今日一来ました、パンパンのやつ、いやー70アップ、 AC バスでした、ロングファイトやったね。うお元気、すぐ行ったよ、最高やな。来ましたよシーバス、うお VJ22 のクリクリ巻きですわ、 VJ22 のクリクリ巻きでできましたわ。同じパターンでしたね、ちょっとこう潮目の前後でスピード変化入れてたらやっぱ釣ってきましたね。当たりはめちゃくちゃちっちゃかったけど、魚はでかいみたいな、やばいな、2月ですけど夏みたいな魚釣れるんですけど、よいしょよいしょ、一番でかいじゃん、は
いらっしゃい。ボラの群れに突入する寸前のスピード変化で VGA22 をひったくっていった犯人はこの子でした。イエーイ、超でかいよ。コアマンチャンネル。